覚えると非常に便利なんで、またね使い方を間違えると怪我をしてしまうんで、そのあたりを、していこうと思います。丸どこには、線があるタイプと、充電タイプの、2つあって、今回はこの充電タイプの丸どこを使いたいと思います。軽くて非常に使いやすい丸のこです。とこの、ロックレバーを、押さないとこういう風にですね動くことはできません。押しながらまずは直角を合わします。このレバーを起こすことで、高さが自由に、深さが自由に決まりますので、実際に切る、木の長さに合わせましょう。木がたわんでいる状態だと、キックバックの原因になりますので、木を置く場所を注意しましょう。このように非常に危険です。また、材よりも刃が出過ぎていると、これも危険ですので、適切な長さに刃を調整しましょう。あとは、姿勢ですね。丸のこの真後ろに立つと戻ってきた時に大怪我をするので、このように、決して丸のこの後ろに姿勢は持っていかないようにしましょう。実際墨をして、直角の墨に通りに、切っていきましょう。ここの、ゼロ点に合わせて、墨を合わすと非常に分かりやすいです。